はい、皆さんこんにちは、マダリグルビッシュです。では今回は提督の決断3、日本軍プレイ、続けていきましょう。今回が最終回の予定です。まず前回の振り返りからなんですが、前回はですね、アメリカ本土攻撃ついに始めたということで、西海岸、サンフランシスコ、ロサンゼルス、あとサンディエゴ、この3つの基地を同時に攻撃、陥落させたということで、大きな戦果を得られたわけなんですが、今回はね、最後の拠点となるシアトル、ここの攻撃を行っていきたいと思っています。で、作戦要項を今見ていただいていますが、勝利条件、1、母港となり得る敵基地をすべて占領する、残り1箇所と出てると思うんですけども、これ、ズバリシアトルのことなんですね。シアトルはここです。で、シアトルに対して一旦工作員を潜入させましょう。これで、確認する限りだと、航空隊が126、飛行場が、2個今稼働中というところですね。なので、ここに対して、攻撃を行っていきたいというふうに思います。まずは前回ね、傷ついた艦艇、これを占領した基地に入れて、航空隊の補充を行っていきたいと思います。では、艦隊から見ていきましょう。まず、山本五十六さん直卒の第一艦隊なんですが、これ見ると、第一戦隊の方から駆逐艦が一隻やられてますね。ちょっと陣形を変えましょう。こういう形にします。第四戦隊も一部傷ついている様子が見えますね。これはサンフランシスコに入れます。続いて、第二航空艦隊。ここもですね、第3戦隊、第4戦隊で、少しダメージが出ているようです。特にね、航空戦隊もダメージ出ていると思いますので、ロサンゼルス基地に、まずは、入れているという状態。続いて、第3艦隊はね、もう事実上壊滅してしまっています。おとりのようなね、動きを前回したことによって、第3艦隊は壊滅。第4艦隊に関しては、これ新しく創設するような艦隊なので、このままクレに留め置きましょう。で、第5航空艦隊。これがね、ほぼ無傷ですね。ただ航空隊にダメージは出てると思いますので、サンフランシスコに一旦入れましょう。続いて、第6艦隊。第7艦隊。これは潜水艦隊ですね。一旦カリフォルニア沖周辺でこのまま哨戒活動を続けてもらいます。で、第8航空艦隊。ここ第4戦隊が壊滅していますが、第1、第2、第3戦隊が健在ということで、これもロサンゼルス基地に入れてですね、航空機を補充していきたいと思います。で、ドイツ第3帝国の第1艦隊が壊滅してしまって、第2艦隊、これ事実上の潜水艦隊、U ボート部隊になるんですが、これはこのままコロンボ基地に留め置きたいと思います。では、時間を進めていきましょう。航空隊もね、指示を出してすぐに回復するというわけではないので、一旦補充を待つ必要があるというのがあります。ここに敵の艦隊がいるね。潜水艦3隻の艦隊だね。ここは無難に戦っておきたいかな。あと第5航空艦隊なんですけども、これちょっと中身見ておく必要があるな。次の行動。ちゃんと指示が入ってるかどうか確認しましょう。空撃を一応入れられるなら入れておきますか。214機で敵の潜水艦を攻撃しておきましょう。一隻沈めて、ただし味方の戦艦、巡洋艦にダメージが出てますね。第8艦隊ですね。第8艦隊はロサンゼルス基地に入れます。大丈夫そうですね。このまま入れていきましょう。できるだけ早く艦隊は中に入れて、そこで休ませてあげたい。ただし、潜水艦による攻撃は怖いので、ここは、まずは、潜水艦隊を沈めておきましょう。アメリカ軍第一艦隊。事実上のこれ最後の艦隊の可能性がありますね。今までだと、この第一艦隊って、航空機を伴う空母の艦隊だったことが多かったんですが、これ潜水艦だけの艦隊になってますね。そしたら一度時間を止めて、サンフランシスコに入った艦隊、第1艦隊や第5航空艦隊に関して、航空機の補充を行っていきましょう。ここは、
最終決戦に備えて、艦爆を多めに入れておきます。補充が終わり次第、これをね、使っていきましょう。で、髄核の方も、やっぱり艦載機、だいぶ目減りしてますね。特に直縁か護衛か、いずれにしても冷戦が少し数が減っている。そういう状態ですね。で、あとは、艦爆。敵基地攻撃に有効なのは、やっぱり艦爆が一番有効性が高いと思うので、艦爆を入れていきます。で、費用。費用の方にも、冷戦がやっぱり能力的にどうなんだろうね。直縁やってる分、すり減りが早いっていう理由なのか、それとももう、好景気の新しいものにしていってねっていうことなのか、いずれにしてもちょっと数としては消耗が激しそうな印象がありますね。続いて運用。運用の方も冷戦の数がちょっと少なくなってるな。そして、計画。計画の方は運用型かな？運用型の正規空母だと思うんですが、ここにも艦爆を多めに仕込んでいきましょう。これで、第一艦隊に関しては、航空隊の補充が終わりますと。時間とともに終わりますというところですね。で、それに伴って、まあ、輸送船に一応石油と、物資が全然ないね。物資が全然ないものの、ただ石油はそれなりにあるので、石油をしっかり補充しておきます。陸戦隊と石油。これはね、どうしても必須になってくるので、これだけは間違いなく補充を入れていきましょう。戦車の数もちょっと足りなくなってるのかな、これを見るとね。陸戦隊の数はどうかな。ちょっとサンフランシスコに集結させすぎるのもどうかなという感じが、これだけ見るとしますね。いや、それにしても、第5航空艦隊の方は、全然空母のダメージが少ないね。ここまで少ないと、本当に嬉しい。で、赤城。赤城はちょっと減ってるか。赤城はね、一番消耗が激しくて、入れ替えというか補充の回数が多かった分、補充すればするほど、練度が下がるというのがあって、多少、他の空母に所属している航空隊よりも、練度が低いというのは、事実としてはあったのかなと思うので、その分、やっぱり消耗が激しいですね。赤城に関して言うと。飛竜はどうだろう。飛竜もね、ここまでずっと戦いに参加してくれている艦隊ですからね。第五航空艦隊は、もう本当に歴戦というか、ずっと戦いに参加してくれている、そういう航空艦隊になっているので、残っている航空隊は当然練度は高いんですが、逆に言うと入れ替わりも実は激しいというところがもしかしたらあるのかもしれないですね。さあ、これで第一、第五、両艦隊に一旦すべての補充が終わりました。部隊がちょっと足りないかな、これを見るとね。輸送船の方に陸戦要員をしっかり積んであげたいところなので、ただ第2、第3、第4戦隊は陸戦隊の消耗はないですね。なので石油だけ補充していきます。これで十分に、シアトルまで足が伸びるかなというふうには思います。で、ロサンゼルスに入っている第2艦隊、ここも航空隊補充していきましょう。これが一応最終回の予定なので今日がね、しっかりと最後に補充をして、万全の体制でシアトル攻略に向かってもらいたいと思います。
この第二航空艦隊もね、最初はそもそも第二航空艦隊というものは存在しなかったんですけど、今となっては第五航空艦隊と戦力的にはもう、引けを取らないだけの艦隊編成にはなってますね。ただし、やっぱりその練度っていう意味では、第五航空艦隊はほぼ全ての海域での作戦に参加してくれているので、この新しく編成された第二航空艦隊よりもはるかに熟練パイロットが揃ってる。練度が高いパイロットが揃ってる。それはあると思います。ただ、数で言えばね、この第二航空艦隊ももう負けてはいない。いや、ロサンゼルスはやっぱり物資豊富だね。ここでしっかり補充していきましょう。これで一通り補充が終わりました。第8航空艦隊の到着を待ちます。で、第8航空艦隊も今ロサンゼルスに入りましたね。もうハワイの方に、どうのこうのっていう必要もないかなと思うので、この全艦隊を率いて出撃をしていきましょう。ここまですごく長かったですけど、まあ何度かお話している通り、提督の決断シリーズの中では、この3が一番今のところですけどね、気に入ってます。っていうのもあって、一応ですね、これもツイッターとかでもお話してると思うんですけども、パワープキットを1万6000円で買いました。なのでね、パワープキットの方もぜひ楽しみにしていただければなと、近々のうちにね、できるだけ早くプレイの方は開始したいなと思っているので、これの、日本軍プレイが終わったら、パワープキットを入れて、新しくプレイを始めていこうかなと思ってます。さあ、これで第8艦隊の方にも一通り航空隊の補充が終わりましたね。石油も補充していきます。最後は全艦突撃。まあ、600近い航空機で、シアトル、最後の拠点に攻め込めるんじゃないかなというふうには思っています。では、まずは、先に潜水艦隊を送り込みましょう。シアトル沖へと。このシアトル沖にね、敵がいる可能性が極めて高いので。もしいなかったらね、もう本当にアメリカ軍の海軍戦力は完全に消耗しきったんだなということになると思うんですが、いるとすればやっぱりもうこのシアトル近辺にしかいないと思うので、潜水艦隊を先行させていきます。じゃあ、ロサンゼルスの艦隊を先に出しましょう。ロサンゼルスの方がね、距離がちょっと遠いので、ロサンゼルスの方から第2、第8両艦隊を出撃させていきます。敵基地攻撃で、目標はシアトル。続いて、第8艦隊も同様に指示を出していきます。敵基地攻撃を選択して、シアトルです。では、時間を進めます。これで今、ロサンゼルスから第2、第8両航空艦隊が出撃していきました。お、サンフランシスコに敵の航空艦隊から航空機9機が来襲。いるな、どっかに。第一航空艦隊、空母がいますね。先に空母の場所を発見したいところですけど、敵40機が接近中。これは第一艦隊も、そして第五航空艦隊も出撃させていきましょう。まあ、いるのは間違いなく、シアトル近辺。
だと思うので、シアトルに向けて基地攻撃を行っていきましょう。シアトルを選択です。続いて第5航空艦隊も同様の指示を出して、全4個艦隊使っていきましょう。敵基地を攻撃させるを選択、シアトルで。任務状況はね、すべて同じで、航行中に敵艦隊を発見したら攻撃する。まあ、おそらく第一航空艦隊、敵の第一航空艦隊が展開しているようなので、これを発見して攻撃します。で、航行中に通商破壊作戦はもう行わないと。あくまでも敵基地攻撃に専念しましょう。で、敵基地に対してはね、先ほど揚陸部隊、陸戦隊を補充しているので、陸戦も行います。で、敵基地に対しては空撃と砲撃両方行い、対象は司令部、砲台、飛行場、湾口施設を攻撃します。で、一方、市街地、石油、物資に関しては攻撃はしないという指示になっています。では、再び時間を進めていきます。敵の艦隊が果たしてどこにいるのか。全くわからない。いたね。敵の位置が知れました。では、第5航空艦隊から全機、航空戦隊を発進させていきましょう。敵は第1航空艦隊、空母2、巡洋艦3、駆逐艦2。これが偵察から入ってきている情報になります。さあ、敵の艦隊をまずは発見していきます。敵も直縁が出てるね。空母の真上が守られてるので、まずはこの直縁を排除していきましょう。まあ、敵はね、40機だったかな。味方は400機の、まあ、航空隊を発艦させてるので、数的には有利なんですけど、いかんせんこちら旧式というかね、冷戦の消耗が激しかったように、敵に比べるとやや戦闘力というかスペックでは劣る可能性があるんで、油断はしないでいきましょう。ただ、正規空母グランディア、これを撃沈してますね。これは魚雷攻撃、艦砲からの魚雷攻撃です。従順撃沈。山口多聞さんの航空識能力が上がってます。さあ、ここはもう一個の空母の方にも攻撃を仕掛けていきましょう。よし、スペリオール、敵正規空母スペリオール、これを撃沈してますね。あとは敵のね、直縁を蹴散らしておきましょう。ここも艦砲の攻撃なんで、これが当たれば魚雷がはまる形になります。ここまでもう形勢が決まってしまうと、まあ、正直言うと一方的な戦いにはなるのかなと思うんですけど、まあ、先の対戦における日米の、まあ、様相が逆転したというような状況ですかね。まあ、一説によると、ヤマト特攻した時には、敵機1000機近かったと、敵の航空機。一戦機近いものが待ち受けていたとも言われているようなんですけど、今回ね、まあ一戦機とは言わないまでも400機。第5航空艦隊からだけで400機。この他に第1艦隊、第2、第8航空艦隊と、合わせて4個のね、主力級の艦隊を投入しているので、まあ一戦機とは言わないまでも、7、800機前後の航空機でシアトルを攻略しようとしている状態です。
提督の決断は本当に、まあ、新作をね、期待しているな、したいなというところなんですけど、なかなかもう、期待はいくらしようとも新作は出ないんでしょうね。となると、新作じゃなくてもいいから、まあ、最新のね、スペックに合わせた形でリメイクでもいいのでね、してほしいですよね。でも最近 PS4 は全く起動していないんですけど、できれば Steam で出してほしい。Steam でも出してほしいかな。あと6月にね、一応、バンコク行きのチケットを2万5、6千円で取れそうだったので取っちゃいました。ただね、いつものホテルが満室だったんで、ちょっとね、いつものホテルとは違う隣のホテルにしたんですけど、これで6月にバンコク行って、8月にバンコク行って、10月にバンコク行って、もう年内の旅行は、まあ、夜遊び旅行は終わりという予定です。6、8、10と2ヶ月おきに行って終わり。まあ、去年12回行ったんで、今年は4回だいぶ減らしてるんで、まあ、なんとかね、この4回を楽しんでこようかなと思ってます。敵の第一艦隊、これを壊滅させました。さすがだね、南雲さんの第五航空艦隊は。圧倒的だ。もう LCC が通ってからは、本当に2万円台で、バンコクまで行けちゃいますからね。ただやっぱ6時間半飛行機に乗るってのが結構辛いんで、これをね、できれば5時間ぐらいで繋ぐようになってくれると嬉しいかな。で、6月はね、もう閑散期だと思うんで、ドンムアン空港、まあ、バンコクの空港で長時間待たされるっていう心配はないのかなとは思っています。おっと、第一航空艦隊が、これ、敵の基地、航空隊に発見されましたね。航空機56機による爆撃を受けます。巡洋艦を2隻失った形。ただ空母は守られてますね。直縁がやられてます。では、ここは逆にこっちから攻撃を仕掛けましょう。2機関が16機。第五航空艦隊が射程に入ってくれれば圧倒的な火力を活かせるんで、ちょっとチャレンジする。407機、よし、全機発進させていきます。これで敵の飛行場を破壊した。要塞も破壊。敵の守備隊51破壊。いやー、さすがだよ、南雲さんの艦隊。言うことないわ。観光施設も破壊しましたね。もうこれでね、敵の基地から航空隊の攻撃に怯えることなく空撃を行っていきます。これで守備隊も壊滅させましたね。これで、あとは、陸戦隊を送り込めば、シアトルの攻略が完了です。いくつか、形順が完成してますが、まあ、出番はないでしょう。このまま敵基地に突入です。本当はね、足の速さとか、そういったことも十分に考慮した艦隊設計をしていかなきゃいけなかったのかなとは思うんですが、もうここは空母でゴリ押しをした形ですね。
さあ、これでシアトル基地の占領が完了です。ちょっとせっかくの画面がわけのわからないことになっているので、一旦チャノンとします。